さて MTB ジャパン金曜日、今夜のお客様テランジェの皆さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえずこちらから一人ずつ、自己紹介をお願いします。ボーカルの京です。ベースの銀次、またの名をシラです。ドラムのイカ天キングです。言う前に吹いちゃダメだ。ギターやってます、遠山の金志郎です。なよくわかりませんけど、きっとそういう人たちなんじゃないかと思いますが、ファンの方はもちろん当然ご存知なんですが、デランジェというグループはずっとインディーズの方から出てきたというかね、そういう言い方していいのかな、もうどのぐらいになるんですか、このバンド。結成です、うん、6年ぐらいです。6年ぐらい、結構キャリアあるんですよね。まあいろいろメンバーの入れ替えとかがありつつで、インディーズからして、メジャーレーベルからもデビューしたという形なんですけども、どうですか、こうインディーズ時代と比べて、今は、メジャーのレコード会社から、レコード出している身になっているわけですけども、何か変わりました？そうですね、だからレコード屋に自分のレコードが並ぶとか、あ、普通の街のレコード屋に並んでるってそんなものじゃないですかね。特にこう音楽的な面で変わったとか、そういうことはなく、いつでもやりたいように、はい、やりにくいこととかってないですか、ね、メジャーになっちゃったので。どうですか、あんまりないみたいですけどね、じゃあほとんど活動のスタンスはそのまんま、レコードを出すところがちょっと変わったというぐらいの感じですかね。アルバムの方もですね出まして、そのメジャー第1弾というか、セカンドアルバムということになるのかな、実際に、インディーズ時代ですね、2枚目のアルバム、結構その本人たちのこのファッションセンスも含めてですけど、ビジュアル、そのジャケットとかも結構かっこよく作ったっていうのがして、やっぱりこだわってます、その辺は。そうですね、こだわりがないって言えば嘘になるし、ただ意識して、いわゆるビジュアルの面とか、そういうイメージみたいなのってありますよね、意識して作ってるわけじゃなくて、常にみんなそれぞれありのままのっていうか、素直に音楽だけでこう、ほら、何かやりたいっていうね、その音楽だけで主張するっていうのだけじゃないですよね、でも多分そういうジャケットも全部ビジュアルイメージも含めて、そのイメージ、第一に音っていうのがあって、それについてくるものとして、それが散漫にならず、なるほどね、それをうまく強調するようなもの、ちょっと一人ずつですね、そのミュージシャンに限らないんですけど、影響を受けた人とかね、ものとかそういうものあったらちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか、京さん。そうですね、割とアンダーグラウンドの人が好きで、今となってメジャーですけど、バウハウスとかも好きだったりとか、なんかああいう、ね、あんまり売れてないような、こう、なんていうんですか、ああいうナルシズムみたいな歌を歌う人、ニック・ケーブとかも好きです。感じの、ものが。ですね。どうですか？いや、俺は、ジャパンとか、ラッシュとかいうのが変なベースとかいうのが、変なベース好きやったっていかがでしょうか。あ、そうですね、イカ天キングさん、やっぱりジッタリンジンとかねやっぱね、かなわないですよね。影響を受けた人ですよね。あ、影響ですか。やっぱ吉田健さんとかなんだろうな。どうぞ。私はもうこれにつきます。これしかないんです。BG4 です。なるほどね。いろいろ、でもどこまで本当かは分かりませんけどもね。でもそのバンドとして その6年間ずっとやってきて、メンバーいろいろ変わりながらもやってきて、その方向性みたいなものっていうのはずっと常に一緒でした、それともやっぱり途中で徐々に変わってきて今のスタイルになってるんですか。あ、どうでしょうね、昔からやってる方に伺って。もうやっぱり徐々に変わってはきて、で今のコンビネーションっていうのが一番方向性も含めてぴったりと、今は今で、まだ変わっていくかもしれない。ところでアルバムタイトルなんですけど、このバシリスクっていうんですけども、これはどのような意味を込めてバシリスクというんですか。バシリスクっていうのは鋭い眼光っていう意味で、獣がいまして、視線でこう殺してしまうという、
のとかいろんな意味があるんですけど、うん、あの俺たちはこう音楽シーンを睨む目つきとか、うん、でステージで微笑まないんですよ。あ、常に睨みを利かしてるもんで、うん、まあ僕たちにはちょうどいいんではないかと、あ、そういう目でイカ天とかも見てます。あ、ちょっといいですか、素朴な質問。はい、いつもこういうあの もちろんグループ の名前もそうなんですけども、あの今のようにバシリスクっていう名前をつけたんですけども、はい、こういうちょっと普通の人が知らないようなっていうかちょっと難しい言葉なんですけども、はいはい、そういうのって一応こうやって辞書とかこうやって探してもう辞書頼りですっていうかこうそのバシリスクっていうのの時も、うん、ちょうどレコーディングしてて、うん、もう終わるぞっていう頃に辞書で調べて、うん、でそういう決体な言葉ばかり並べて、うん、どれがいいかなと、うん、それで意味がとりあえずバシリスクっていうのはさっき言ったような意味だったから、うん、俺たちにはいいんじゃないかという。いいと。なるほどね。あのステージでは笑わないんですか？あ、絶対笑わない。絶対笑わないです。そう、そういうふうに決めてる。いや、なんか自然に。ああ、そうなっちゃった。うん、なるほどね。笑いたくなっちゃったこととかないんですか、これまで？いや、あるんですけどね。やっぱり。うん、どうですかね。普段その分笑ってますからね。ステージぐらいは。あ、ええ、ステージはビシッと決めて普段その分吐き出していると。だからね、うん、無意識のうちにそうなってるんですよね。うん、別に条約で笑ったら罰金1万円とか、うん、そういうのもないし、うんうん、ステージに上がればなんか言い合わせたわけでもなく、演奏してる時の素直な姿がそういうものになってしまうと。なるほどね。まあ、ライブの方なんですけども、いろいろ、まあ、去年 その10月日比谷野音があったりとか、まあその先日渋谷公会堂あったりしましたけども、大体どういうようなライブを展開して、その、まあ、笑わないということは分かりましたが、うん、どういうステージを。あ、いつもね、うん、そうですね。だからその時その時自分たちの感情であり、うん、そういうものに素直に、うんうん、別にそれほど作戦とか、うん、そういうなんていうんですか、策略みたいなのとかは考えずに、とにかく4人それぞれが自分の思ったかっこよさをもちろん出すだろうし、うん、素直にですよね、いつも。あの特にあれですか、こうじゃあそのライブ全編を通して一つのなんか流れをどうこうっていうのを思い切り考えるよりは、その一曲一曲の中で世界を作っていこうみたいな感じなんですか？っていうか、まあ、もちろんライブっていう一つの筋がありますよね、うん、まあ、それぞれ4人が思うのはまた違うだろうけど、うんうん、それに徹した上での、ね、うん、一つ一つの曲の顔を出していくっていうか、うん、なるほど。ちょっとその辺のライブの模様というのをね、はい、ここでちょっとチェックしてみたいと思いますけども、はい、それではあのライブビデオインカーネーションオブエロティシズムから、デランジェでラビーオンローズです。今日はそうでもないんですけど、あのやっぱりステージだとかなりメイクとかその髪の毛のこととか、そうですね、かなり派手にやりますね。うん、まあ、髪の毛はだいぶ、うん、あの今のビデオとかとはみんな変わりましたけど、うん、やっぱりメイクとかバシッと決めて、バシッとなのかなさっきもビジュアルの話ちらっと出ましたけど、ジャケットのこととかね、あのビデオクリップってことに関してはどうですか？なんかあのやっぱり結構作るのはっていうか大事だと思ってます、うん、でも難しいですよね、うん、音を作るのっていうのはこう自分たちで全部できるでしょ、うん、でもそういう、ね、ビデオとかになると作ってくれる人がいるわけだし、うん、まあ、技術的なことになっちゃうとね、なかなか自分たちではわからないと、そういう部分では難しいんじゃないかなと思いますけど、うん、でもやっぱりあの重要なものだとは思ってます、うん、出すからにはでもやっぱり、うん、まずメンバーが納得したものを出したいっていうのは、うん、自分たちでじゃあ全部そういうな、例えば絵コンテから何かって手掛けたいなというような感じってあるんですか？うん、できるならね、うん、そっち方面にこう興味持ってるメンバーとかっていたりするの？そういう割とこの絵的な部分っていうか、ね、全然みんな興味がないわけじゃないだろうけど、うん、まあ、とりあえずみんな音楽第一だからという感じですか？うん、そうですね、うん、じゃああのまあこうこれまでビデオクリップというと一つですか、とりあえず、ダーリンのビデオクリップですが、あれはどうでした？と撮ってた時は、まあ、時間的な問題とかもあったりとかね、うん、いわゆるまあ紹介みたいなものとして撮ってくれてもいいと思うし、うん、あの
自分たちのものと限らずに、例えばビデオクリップっていうのは好きですか、見たりするのは。ああ、そうですね。なんかどんな感じのが好きです。どんな感じ難しいな。いろいろありますよね。自分のに関しては、うん、ライブとか の, あの場面を見せたいとか、もっとストーリー性を持ったものとかってありますけども、うん、そういうのでしたら自分たちはどういう方向が好きですか。参ったなま あまり興味ないということでしょうか。そうとも言えない、よくわかりませんけどあの映画とかちょっと映像には興味あるんでしょ。でもあんまりない、まあ、興味がないわけじゃないですけど、これはあんま見ない。そこそこ、うん、みんなそうみたいですね。そうみたいですね。あまりこう興味がないということですけども、じゃあちょっととりあえずですね、これからそのダーリンのビデオを見てみたいと思いますけども、これ撮った時のなんかエピソードとかあります？時間がなかったっていうことばかり。あと眠かった何度も回すしっていうか、スチールの撮影と一緒だったんですよ、うん、あ、そうなんだ、うん、素材が少なくてそれが残念だけど、うん、あ、なるほどね。あの これからはでもこんなものをなんとなく撮ってみたいなっていう漠然としたイメージとかってないですか。まだまだ、うん、まだ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 ちょっとですね、ここでじゃあビデオクリップを見ながら、そうですね、あのその辺の構想も練っていただくということになりましょうかね。はい、それではあのデランジェ初のビデオクリップ、これはメジャーデビューの曲ですよね、ダーリンをご覧ください。割とそういう流れがあったりして、でもなんか今年ももう何百と新人バンドがデビューするみたいなね、状況があるわけですけども、その中で俺たちは違うぞというものをなんかこうやっぱり持ってると思うんだけど、その辺はどうですか。哲君にズバッと。哲君ズバッと。いや、バンドブームっつってもね、うん、なんか多いだけでね、うんうん、数が多いだけ、うん、うん、ブームっていうほどそんなんじゃないと思うんですよ、ね、バンドっていうのは、うん、もっと各パートを信頼して4人でやるのがバンドであって、うん、あんまりなんか最近見てても4人でもう心からやってるようなバンドはいないなと思うんですよ、うん、あ、だからその辺の違いで、うん、だから友達少ないですけどね俺たちは。あ、そう、うん、でもこの中ではじゃあこうがっちりっていう、うん、だからまずは4人がね、うん、上手い下手じゃなくて、うん、まずもう気持ちの面で一致しないと何もできないんじゃないかっていう、うん、そういう深いことを考えてばっかりで。なるほどね、うん、まあ、一つのこう何ていうのかな、インディーズで、まあ、1枚出してそれがヒットして、それを、まあ、メジャーのレコード会社が組み上げてデビューするっていう形がこう一つのこうレールみたいになっちゃうと、なんかやっぱりそういう流れに乗って、最初からそのインディーズで出す段階からもう私はメジャーデビューするんだってことを目指しすぎるバンドとかがまあいろいろ出てきたりして、まあ、それはそれでそのバンドがそれでいいと思ってんだったらいいんだろうけど、やっぱりちょっと違う感じですよね。メジャーになったら急に変わっちゃったらとかね、音がね、そういう面はかなりあのデランジェの場合はどうですか、気をつけてるような感じっていうか、その 最初のアルバムとこの2枚目のメジャーから出たものとでは違いっていうのは自分たちの中ではない。そうですね、だから当然4人の成長の過程っていうのもあるし、うん、なんていうのかな、特に今回のアルバムとかって4人それぞれの存在感とか強く出たし、うん、でそれぞれがこうなんていうんですか、うん、自分のパートに責任を持ってデランジェっていうバンドの上でね、そういう問題とかってレコーディングにすごい時間がかかったり、それぞれだからどこ切って聞いてもあれですよね、すごくいいアルバムだと思うし、自分たちが自信を持って出せるアルバムを作れたっていうのは、まあ当然一枚一枚そういう気持ちで作るけど、まあだから別にインディーズメジャーっていう区切りは自分たちの中にあまりなくて、だとにかく責任感みたいなものはすごく強くなったけど、うん、ああ、なるほどね。でもやっぱまあ、さっきの話に戻るわけじゃないですけど、バンドブームとかなんとかっていう、まあ、割とそれは売る側がね、こう盛り上げてるところがあるわけだから、うん、ちょっとまあ本質的なものとは違うのかもしれないし、昔だってバンドはいっぱいいたんだしね、うん、でそういうふうにこうわーっとなる中でこう出てくると、うん、やっぱりこう自分たちなりのものを主張するっていうのはね、とっても大切になってくると思うんだけど、うん、
価値観はすぐ下がってますよね、やっぱり、うん、こう自分たちがいわゆるプロのミュージシャンに憧れてたのをやってた時と今を見ると、うん、まあだから逆にその分張り合いみたいなのはすごいあるけど、あで結局口でなんだかんだとか言っても、うん、あとはバンドでみんな見せるものだから、うん、その分すごく張り合いもあるし、なるほどね、自分その、まあ、取り替え可能みたいになっちゃったら面白くないわけですね、うん、自分たちなりのものが出ないといけないと、やっぱりそういうね、うん、裏付けっていうか自信があるから、うん、そういうことを堂々と言えるんだろうし、うん、自信ありますか、はい、うん、なるほど、今後の予定なんですけれども、ライブとかは近々は、うん、とりあえず3月にポンとやって、はい、5月に、うん、スタンディングスペシャルっつって、うん、あのこう何て言うんだろうな、東京で言えばパワーステーションクラスの小屋ありますよ、うんうんうん、そういうところを何か所全国もあるって感じですか、いや全国じゃないです、東名阪になっちゃったんですけど、うんうん、それがあります、うん、なんか新しいこと考えたりします、それでは、そうですね、やっぱりとりあえずホール経験して、うん、なんていうのかな、いろんなものを覚えただろうし、うん、ライブハウス、いわゆるライブハウスですよね、うん、そういうところでのまた気分的なテンションも違うだろうし、いろんな部分で、うん、そういうのをうまく一本一本大切にやっていけたらな、うん、なるほど、というわけですね、はい、今夜のお客様はデランジェの皆さんでした、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。